どうも皆さん、おはこんばんにちは。 EDF オトジャです。 EDF 隊員アニジャです。さて、地下道インフェルノやっていきたいと思います。もう死しか見えないなんとかなるよ。武器を選んでネットを破壊し、おー早いね。ちょ待ってろ、君にこのショッピングセンターの中に、あーもうお尻にくっつけるんじゃないなんか変だろうがこれななんか変だろうがこれあ、なんだなんだ、びっくりした。それは私だ。デップスクローラーで、それがね、こうついてればかなりこうカットしてくれるはずだ、ピノコエギを。ほんと？もう信じてるよ。まああんま信じなくていい。ふざけているなおー、だったら最初は突っ込めるね。ボルケーンハンバーグどうどうどう、HP どう。いや、ダメージ食らってないからあれ、ね、かかりない。果敢に攻めてっていいと思う。いやー確かに倒せてる。あのね、モヤモヤが多すぎて何が起こってるか分かんないんだよ。あー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 、なんか HP1 で生きてるんだけど。ガードポストのおかげだな、これ。そういうことか。この先に地底への入り口があるはずだ。危ない危ない危ない、撃たないで、それ撃たないで完全に隊員を含ましてるから。ナイス。駅を抜けたところに地底への入り口がある。死んじゃう。ちょっと待ってろ、こいつがいないとライトが。デプスクローラーには大型のライトがある。エアリーダーはデプスクローラーで突入部隊を支援しろ。大型ライトで支援しようっつってた。支援して今明かりとつけてるが、どうしようか。見ろこの立ちコマを。怖い、なんか向こうから来る何かが来る問題はここだよな。一気に来る、気づかれるぞって、ね、ちょっと待って、今ガードポーズ、ガードアシストしてやるから何も見えなくなるんだな。オッケー、周りの兵士もつくわせ。ほんと、いやでもこれあかりを、うわぁ食らったのか。巨大生物ってのは大地の悪いウイルスみたいなもんだ。いやー、隊長やられた、隊長やられた。でででででで、いやー、で、はよ早く倒して、うわー、くるやだー、死にたくないよ。やばい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 、味方が、あ、壊れた。あ、もう壊れたの。壊れた、壊れた。おー、ちょ、俺の前、ちょっと、うのわぁ、ガードしてる意味あったのそれそんな関係なく吹っ飛んだわ。3で吹っ飛ぶとか初めてなんだけど、崩れ落ちるしかなかった。多分シールドは耐えたんだけど俺が耐えられなかったみたいになってすごいなぁ、みたいな感じで死んだ。構えた時のダメージ減少性能っていうから、決してさ、こうあの、すべてを防ぐわけじゃないんだよね、これね。そういうことね。私も、じゃあちょっと、死ぬ俺は思ったんだよ、これもしかしてあいつらサンゴ吐くわけでしょ。うん、サンゴをこうタワーシールドで、タワーシールドでディフレクションシールドで全部跳ね返せば倒せるんじゃない全部知らないよ倒す、倒すみたいな。私もじゃあ今回はフェンサーで行こうかな。ちょっと待って、 UT1 しかないけど、ガトリング。あ、でもこれあれか、縦にしちゃうとこうダッシュが使えなくなっちゃう。そうだよ、ダッシュが使えなくなる。どっちも縦にするとすごくかっこいいんだからさバカだろただのバカだろ。縦縦やろうみたいな、何しに来たんだよみたいになる。わかんない、これ多分そうだな。あ、だな、あ、そう。フェンサーは OK 出撃します。なるべく近づかないでこう弾幕を張って倒すっていうあれ以外ないから。そうね、このショッピングセンターの中に指定の入り口があるはずだ。あー、これやべえアジちゃん見てくれこれをやーべえ、これなら攻撃を食らわないぞ三攻撃なんてものはなかったのかもしれない。ただ私はね、あ、死んだ。兄ちゃん早いわ。貴様シールドを張るんじゃなかったのか。いや、待って待って待って確実に後ろに行ったのかあ、死んだとか消えるのか。お前、それだけ弾幕あるから。お
感じだろ。なんかあいつは最初にこう遠くからガトリング撃つという話してなんで3点食らってしまったよく見えなかった。暗かったね。暗いか。オッケーオッケー。とりあえずこれで片付けられるんだから。よーし、やりました。片付きました。ちょっとよし、はい、この先に地底の入り口があるはず。行くぞ。イエスサー。イエスサー。よし、あー、たぶん武器をしてる、武器をしてる。全然暗いね、これ。ただまあ、胸の。すげえ、いらっしゃいませ、ランチメニューって書いてある。 A セット、A セット、オムレツ、ケークハウス西村だって。おお、すげえ美味しそう。ハッピーフルーツケーキフェア。前にも書いてあったのこれ。やめろやめろ。新宿区中村。わかった、これでアンジャーウィンゴするから。やられましたとか言ってたぜ。嘘。おお、かっこいい。何それ。ボルケーノハンマー。第一段階はそれ。ちょっとあんまり急がないで、あんまり急がないで。アリジャがすげえ撃ってる後ろで俺がずっとあのリフレクションシールドを連発するから。あ、そうか、そういうあれがある。そう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 、そうすれば。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれかのあ、いいねいいねいいね。ちょっと俺の UT1 のガトリングです。何してんだ何してんだお前何してんだおいいやーね、4ミラーシールド、シールド貼るとさ、ちょっと前に前進しちゃうんだよ。だからアンジャの後ろでアンジャとギリギリ始まったらいけるからって言ったら貫通して前に出てガトリングもろに食らって死んだよ、ね、あほんだあほんだ超飛んでっただろ今の俺なんてことだ。オッケー、ガトリングチーム行くぞ。ひどかったな。問題は暗い。弾幕があればなんとかなる。来るぞ。はいよ。あなた、あれそっちの色、弾が違うよ。そう、ワンはね、青いんですよ。あ、ちょっとちょっと不良の事故が起こる。ちょっと前に走らないで兵士たち、兵士たち撃てー、撃ちまくれー。おじおじ、前方からしか来ないぞ。ダメか、あれおーおーおー、打ちながら前に進め。新しい、なんか、かっこいい。いいねいいねいいね。火力を集中させろ。先生、だからそうだ、あと右撃て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 。よし、リロードだ。クールダウンしとけ。しかも速いね、この状態の移動速度は。ガトリングは意外とね、リロード中はなんか速いね。速いね。問題は辻だよな。ここまあでも弾幕を張るしかないけどな。全方位から来るからさ。アリジャのシールドかっこいいね。何それ。これはね、リフレクターっていう近未来シールド。全然見えない、全然見えない。あー、これちょっと明かりで、明かりのあるところまで逃げた方がいい。あれ、人の話聞いてた。兄貴がね、明かりが、兄ちゃんがこう明かりがって言ったあたりで倒れた。少し抑えようとしたら抑える間もなく食い破られた。一回誘ってたね、これね。そうだね。やばいな、恐怖だな。ヘルメットのライトをつけろって。そんなん全然明るくないから。ちょっと俺チャレンジしてくるわ。分かった。エイブス、そうなる前に激滅しなければならない。はぁーいやーって言って死んでしまったんだよ。俺かっこいい、まだまだこうその攻撃では倒れぬみたいな感じでやられてるから。お主の攻撃では倒れる。これやべえな、このゲーム。あんたが隊長だ。近寄るなら私に触れるな。ちょっと俺デプスグローラー持ってくるわ。暗すぎる。キャラチェンですわ。やっぱ明るいね、これあるだけで。明るいね。巨大生物を放置すれば奴らは地下で際限なく増殖進化する。そうなる前に激発しなければならない。
不慮の事故。よし。撃て撃て。よし。よしよしよし。いて。あまり俺の前に出るな。よき。よかった。お、壊れた。なんだって耐久力ないから。すごいね、私は火力を手に入れたよ。よし、キャノンを撃ちながらスピアを撃つっていう超火力だ、これが遠距離と近距離の全てを抑えた。すげえな、アリンコの足が。音楽かっこいい音楽流れてる。ここはなんかすごいかっこいい流れ、音楽流れてる。どの辺に電池装置か払う。とりあえずじゃあ俺が誘いに行くべきでしょ、これは。おう、そこかな。ここ、ここもこれ以上。よし、俺誘ってくるから。ここがけ。こんにちは。あー、来るよね、これ。あー、来てる。来てるか。なぜ危険な任務に。来てないな。あそこから…来てる、来てる、来てる。いや、来てないんだよ、キリ。攻撃しないとダメだ。よし、敵に見つかりました。いいね、隊員ね、そこまで行ってシックスセックスが感じるわけ。本当に来た、本当に来た、本当に来た。これ来てるでしょ。ナイス。起爆した。撃って、おりゃー。撃て撃て。これならいけそうじゃないか。本当に本当に。まだ右側に一人いる。了解。来てる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 。大丈夫だ、私の火力を信じろ。それさ、爆発してるんでそこにピカピカ差し掛けないんじゃないの。よく見えるか。いやいや、これ綺麗にしないと死体が。オッケー。ほう、大丈夫そうだな。来てるぞ。おお、なんか来てる。オッケー、オッケー。おりゃー、いいね、誘い出したぞ。誘い出せてるね。いや、まだ来る、まだ来るよ。やば、おりゃー、ナイス、倒した。リスナーたちも生きてる。よし、ちょっと明るいね、いいね。あのアリンコの意外処理を。あー、サンガ。オッケーオッケーオッケー。よし、もうの、もう2匹来るぞ。はい、あと3匹。明るい明るい。現状は大丈夫かな。いい感じ、いい感じ。一体来る。準備、回復を取って中に入れてやる。なかなか出てこないな。危険だぞこれは。電磁トーチからリロード中だ。おー、終わった。おいおい、よいしょ、倒した。ナイス。もう一体、もう一回。オッケー、あと1体くる。とアリ1体ですごい、このこの緊張感だ。この緊張感だよ。よし、オッケー。 EDF EDF。 あー、おい、15万ボルトだね。俺押すな。一度オーダー。明るいね。地獄が待ってるって。やばいね、ここ。これじゃ人類の方が絶滅危惧種だっつってる。おっしゃる通りだよ、これは。きたー、下がれ下がれ。うわー、なんだこれ。やばい、下がれ下がれ下がれ。デジトチカ50倍重ねうまくて。うわー、夢が抜かれた。下がる下がる。あー、やばい、抜かれた。上を倒せる、上を倒せる。オッケー。あー、あー、バカしいよ。オッケー、リローレン。オッケー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 。押されてる押されてる押されてる。おりゃー、オッケー、上を倒した。危ない。いやー、何が起こってるんだ。あー、なだれ込んできた。よし、よし、オーケー、リロード。左2体。
上にもいるぞ。上か、ナイスレーダー。上だ、上に2体でもついてる。1体を倒した。下に1体。了解。撃ってる撃ってる。おりゃー。 OK、 右に行きたい。戦闘中。おれおれ、どこだどこだ、あれか。危ねえ、倒した。上に行きたい。真後ろ回った。倒した。リスタイが危ない。左行った。ダメする。怖い。よし倒した。 OK。 あーあー、なんだこれ。すごい頑張ってる。これが本当の EDF みたいな。これが EDF だ。よしよしよし。ただ問題はこの足。ここをクリアしてもまだ一体いる。待って、右が、あ、やばい、右から糸が貫通してくるぞ。下がれ。嘘。すごいすごい勢いで右から糸が貫通してきた。マジ。当たるとダメージで、後ろで多分、後ろを、あ、来てるかなこれ。あ、来てる。うわ、いいねいいね。おっぱらって3体いる、3体いる、3体。なんてこと。いつの間にか後ろ回られる。あと1体。もう自分を身を守ることしか頭になかった。こいつ。自分に超シールドあったから。さあ次の作戦いいね。リロード中です。やべ、もう壊れてしまった。私の視力なのに。リムペットの方がここはいいんじゃない。まあ、確かにね、リムペットガンの方が強い。いい、あと何パーぐらい。いいよ、もう OK。 誘ってくる。お怒りです。来てる。おりゃやべやべ。オッケー、はい、よし、左奥一人。よしよしよし、オッケー。爆炎で少しは下がるはずだ。危ない、サンが飛びてる。右一人来るぞ。オッケー、あと2体。まだまだ湧いてくるぞ。よし、まだか。リロードさ、今のうちにリロード。大丈夫か、なんかリサ吹っ飛んだ。あ、目の前目の前目の前。よし、よしよし。味方に当たってしまうのだよね。しょうがないね。フォーメーションを変える。あ、来た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 。大丈夫だ。おりゃー、我が火力さえあれば。カプチャン、よし、もう一体来るぞ。あれ、どこ行った。詰まってるかな。ここの破片。あー、よし、ナイス。もう一体。よし、おりゃー、もう一体来るぞ。もう一体来る、もう一体来る。リローディン。オッケー、倒した。もう一体、もう一体来るぞ。リスナーにくっついちゃう。それは危険。バカ、このリスナーの動きやべえ。超左右に動いてんだ、俺の目の前。分かってんな、そいつは。分かってる動きだ、それ。よし、あと一体だ、大丈夫、私に任せる。それが奴の最後の言葉だ。よし、倒した。カウンターが強いんだよね、やっぱり3人は。さあ、問題はここからだな。ほんと、それ、何、タイムカプセルじゃなくて、なんか、なんとかカプセルだよね。そう、ホイホイカプセルですよ、これ。ホイってやっただけで出てくるの。うん、ポイって出てくる。いいね、押してくれると助かる。さあ、ここだ、ここ。ここ、クリアできる。俺ここで待ってるから。なんだと。さっきの奇跡的だったからな。いや、でもここで少し食い止めてからのあの数ではないと。だって多分15、6体ぐらいが上に使われたらもうどうしようもできない。よいしょよいしょよいしょ。一応 EDF って書いてありますけど、これ
ピロンピロンじゃねえ。地球を守るため、あ、それ EDF の出動だ。ひらめき勝利の稲光、あ、それ宇宙人と撃滅だ。出ていい、会長についていけば間違いない。あ、俺についていけば間違いない。もうこんなテッテリーって感じの音楽流れてるから完全に殺しに来るからな、あいつら。俺らを殺しに来るから。お互い生きて帰ろうぜとか言ってるし。あ、生きて帰ろうぜ。テッテリー。もう俺シルドルブ後ろで待ってる。気づかれた、まだか。敵を全滅させてみせます。まだ気づかれた、言えない、暗い。見つかりましょう。来たー。やばいでしょ、それやばいでしょ。オッケー、オッケー、シールドの後ろに回れ。オッケー、おー、壊れた。よいしょ、やべえやべえ、下がって、やばいよ。いやー、今回の量は、この量はやばくないか。めっちゃじゃない、もっと下がろうか。諦めたら終わりだぞ。諦めるな。あ、あ、いいね、それ明るい。右に行きたい。うお、OK、 まだ死んでない。倒した、いけ、味方がリスナー。うわー、わー、上だ。オッケー、助けた。オッケー、上にいる。見えない、開いた。真後ろ真後ろ、あれか。オッケー、倒した。おっと、ナイスだ。あと1体これだ。おっと、倒した。オッケー、まだいるぞ、まだいるぞ。はよリロード、はよリロード。視界がどこにいる。いや、左の方になんか反応があるけど、アリが1体いるはずだ。他の隊員の明かりがなんか非常に大切です、これ。大切ですね。今電磁…ああ、いたいたいた。ああ、おりゃー、ナイス、倒した。来た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 、倒した。やつらも来るぞ。どこだ。あ、来た。あ、いたいたいた。おりおりおり、下がり下がりつつ下がりつつ。俺は今回ちょっと戦うの厳しい。おりゃー、痛い。33 HP 33。あー、すげえ。HP 足りねえ。後ろに3つぐらい落ちてる、多分回復が。ああ一人爆弾をつけるしかない。ああ、敵の方に行ってしまった。糸がいっぱい絡まってる。人の死体に爆弾をつけると、アーマーしかない。ああ、めっちゃ来てるよ、めっちゃ行ってる、めっちゃ行ってる。うわ、あかん、雲が強い。雲強すぎる。雲どうしようかな。途中までいい感じなんだよな。上がってきてる。あー、おー、ぶっ壊れた。あー、いや。あー、爆発が。ちょっと待って待って、もうここからして、ここからしてゲームオーバーになっちゃう。よしよし、でこいじゃ。俺の横にデコい置くやつがあるか。どこだ、もう一体は。どこだどこだ、下にいるのか。上がってきたな、上がってきた、来た。はい、よし、オッケー。デコ強いかも。いや、今デコが活躍した場面は何一つ見ていないけど。デコイがあれば、要は敵を呼び寄せられるってことだ。
じゃあ前に置いてください、これ後ろで撃つからいいよ、もうその辺で待ってて、ここで待ってて、この範囲だ、この範囲、よし準備 OK だ、あとは俺ら踊ってるから、よし待ってろ、隊員たちついてきた、ハすげえキレッキレのダンスしてるな俺、もっと近づきましょう、ああ眠いな、よし一にこのまま交代して、でこ一度、本当に意味あるのそれ、相手気づ…ちょっと攻撃しないと気づかないよあいつ、あ、本当じゃデコイ可愛いね、これね、そう、意外と可愛いんだよ、このデザイン、見つかった、あデコイを優先的にこう攻撃するらしいから、あ、本当にほら本当だ、グルラーグルラーグルラー、ちょ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 、いやこの量でっこいがなくなった、よれ漏れるぞ敵が、いやおりゃグルラーグルー、ちょっとほー地球から出ていけ、頑張れリスナー、あ、強っあー、また俺の死体が吹っ飛ぶぞ、あはーんあと3体おりゃー俺が飛んでくれ次は何を倒せばいいんだ、あと1体ついてるついてる、おりゃまだ死んでない、あ、リスナーが倒した、よし手の震えが、よし、行くぞリスナーたち、まだこんなに生き残って嫌がったのかよ、おいおい今軽く、そいつ回復俺に取らせて、だったあれ目の前に気持ちを回復できないくなっちゃうから、よいしょ、これじゃ人類の方が絶滅危惧種だ必ず言うんだな。よーし、ここだな。この辺でデコイを、うん、もうちょい前その辺だと任せるけど、どうせこの辺襲われるから、ピッチだったらデコイをこう起動して俺たちは逃げると、いいよ、とりあえず敵を、いけ、あーあー、すごい量だ、あ、やばい、でこい起動、ナイスでこい、くらえ、いいよでこい、こい、こい、うわー、メカさんやられた、下がった方がいいかもしれない、あー、よくやった、やべえやべえって、あーうわーいやー、あのね、このアリたちをね、抑えられないんだよガトリングだけどガトリングじゃないのだとクモが倒せないというすごい絶妙なバランスだ、はい、ということで、次回をお楽しみに、ほんじゃまたな、またな。